仮想通貨民意識してる、これぞクリプトビットコインのボラティリティ。こんにちは、ゆるふわです。昨日、私にとっては昨日ね、多分日本の皆さんにとっては朝方だと思うんですけど、ビットコインが一時$67,400ぐらいから一気に$64,000ぐらいまで下がりました。私もね、$67,000ぐらいにいた時に X でツイートをさせていただいてたんですけれども、まさかのっていう、本当に恐ろしいことが起きました。今本当に何が起きているのかというのをもちろん一緒にね、今日見ていきたいなと思いますし、今日はね、なんか中国政府が125兆円追加調達というね、巨額すぎる。この影響が、まあ、仮想通貨、そして株式のマーケットにね、影響してくるんじゃないかという話だったり、テスラ、2年ぶりに大量のビットコインを移動させています。大丈夫？どうなっちゃうの？ということだったり、まあ、ビットコイン ETF もね、かなり順調に伸びてきている、状況となっていますので、こういったね、存分に今日もできるだけ、わかりやすく楽しく仮想通貨の最新情報をお届けしていきたいと思います。それではみんな、このチャンネルが始まる前にゆるふわのチャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタンをポチポチと押していただけるととっても励みになりますし、またこのチャンネルの成長につながります。ぜひ皆さん、このチャンネルも一緒にクリプトバブル味わっていきたいと思っておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、みんな見たい？見たい？みたいな。もう昨日結構ハラハラドキドキだったんですけど、本当にどんな、なんかこう考えられるような材料なく、$67,000から$64,000まで一気に急落したんですね。みたいな。何が起きたんだっていうことなんですけども、今の状況ね、今の状況を一緒に見ていきましょう。日足がこちらです。反発してね、戻ってきてるんですよ。で、ちょっとこれ週間も見ていっちゃおうか。まあ、週間緑。まだね、その10月の強さというのが週間では見られるかなという感じです。で、下も見ていきましょう。そう。ちょっとこの後ね、チャート見ていくんですけど、パーン！一回$67,000から$64,000まで下がって、また戻ってきてるんですよ。なので、なんかこう、トレード界隈では、なんかこう、両面焼きって言われているぐらい、ショートの人とロングの人が、両方なんて言うんですか？焼かれてしまった。そして、このオーシャンの下の最新ブログのところに、トレードね、まだ学んでいる途中の方に関してね、はい、このオーシャンの下のところに、ビットコイン限定になるんですけど、相場の分析のブログがあります。これね、すごく参考になる、内容となっておりますので、これからトレード始めてみようかなだったりとか、ちょっとトレード今、なんかこう、うまくいかなくて迷っているだったりとか、もう一回学び直したいなって思っている方、ぜひ、ここの最新ブログのところに、掲載がされていて、毎週月曜日に更新がされていくので、ぜひ皆さん楽しみに月曜日ね、ちゃんとここから情報をゲットしてください。バイビット WSOT ゆるふわのチームご参加いただきありがとうございます。エントリーまで残り4日となってます。まだエントリーできます。そしてゆるふわのチーム、みんなね、本当に今現在35名様ありがとうございます。先週お伝えさせていただいていたグッズ、これは T シャツですけどね。T シャツだったりとか、あとはね、もうグッズをプレゼントさせていただきます。残り4日。プレゼント、応募されたい方はぜひ、まだね、時間4日あるので、ぜひ WSOT ゆるふわのチームご参加ください。そう、あとね、今35名様でしょ？で、全員が全員には、お渡しができないので、抽選にはなってしまうんですけれども、バイビット以外の、こういう帽子とか、私がいろんなイベントに参加して、できるだけみんなに、こういったね、仮想通貨のイベントでゲットしたグッズをお配りできるように、ゆるふわも頑張っていきますので、ぜひ皆さん、ご応募ください。で、Google のフォームを作成しました。YouTube の概要欄、コメント欄の方にフォームが添付されておりますので、ゆるふわのチーム参加されている方、Google フォームの提出よろしくお願いいたします。そう、このグッズが欲しいよという方ね、ぜひよろしくお願いします。
あ、どう？それではなんですけれども、ボラティリティ激しすぎるビットコインのチャート、まあ、その他もね、一緒に見ていきましょう。こちら。現在のビットコインの価格、67,150、60ぐらいですね。見てください、こちら。ここです。67,600ぐらいまでいったのかな？ガーンと言って、64,000。こんなことあります？こんなことありますか？恐ろしすぎる。恐ろしすぎる。3000ドル幅ですね。3000ドル幅の一気の下げ、一気すぎる下げが来て、なんですけど戻ってきてるんですよね。ということは、ビットコインの強さを本当に今、感じさせてくれています。昨日の時点では本気バブル来たと思ってたんですけど、あれみたいな。64,000ドルまで行っちゃうんですかっていうので結構しょんぼりしたんですけど。はい。この昨日のボラティリティ、みんなどんな感じでしたか？見てたという方だったりとか、朝起きて、オーマイガーシュってなってた方とか、たくさんいらっしゃると思うんですけど、ぜひ皆さんどんな状況だったのかというのをね、コメント欄の方でシェアいただけると嬉しいです。こんな感じだったよ、みたいな。もう、クローズしたよみたいな、もう持ってたポジションクローズしたよという方もたくさんいらっしゃると思います。短期の市場のちょっと分析を見ていきたいと思います。分析の期間、今年の4月17日から、そして終了が、10月の16日、本日ですね。この期間の間のビットコインの平均価格というのが、62,995ドルとなっています。そして最高値、5月の21日、71,427ドル。そして最低の価格、一番下の価格に関しては、8月の6日に記録している54,004ドルとなっています。今現在、このような、値動きで、今現在は、4月から、動いている状況となってきています。それではこちらなんですけど、これは AI が出している短期的な投資の推奨事項。まあ、これはね、AI が出しているので、まあ、一参考にしていただきたいなと思いますし、すごい魅力的な内容だったので、お伝えをさせていただきます。購入の、推奨、AI 推奨ね、AI 推奨は、6万ドルから6万1000ドルに下落した場合、以前の価格レベルと移動平均線から強いサポートが示されるため、購入を検討してくださいと。なるほど。なるほど。AI のご指示ですね。売却の推奨ということで、テクニカル指標から示されているように、6万7000ドルから6万8000ドル付近で売却を検討できますと。これでも短期的な投資の、推奨ですね。AI 推奨です。で、ストップロスに関しては、大幅な下落リスクから保護するために、最近の最安値と重要なサポートレベルに、なっている、5万8000ドル付近に、ストップロスを設定することができますということで。はい。ということで、今回のこの短期的な AI の、推奨事項に関しては、過去6ヶ月間のデータを主に作られています。なので、これもまあ本当に AI がほうほう、こんなこと言ってるんだね、みたいな感じで、ちょっと一参考にしていただければなと思います。イーサに関してもドドーンとね、同じ、ほんとビットコインと同じようなチャートを描いたんですけれども、現在の価格2607ドルとなっています。ちょっとね、イーサリアムに関してはまた引き続きなんですけど、あまりなんかこう、よろしくないような、まあ、意見、ニュースというのが出てきていて、まあ、一人の方の、ツイートになるんですけれども、イーサリアムは現在深刻な問題を抱えているということで、私のチャンネルの中でも、以前お伝えさせていただいたんですけれども、で、今このレイヤー2というのがすごい脅威を持っていて、そうなんですよ。ここにも書いてある通り、レイヤー2スケーリングによって完全に負けさせられているみたいな、そんな状況が今作られていますし、ここにも書かれている、ユニが、イーサの最大の手数料支払いの顧客だったんですけれども、今そのユニが、オフチェーンに移行するということで、結構ね、ここもイーサリアムにとっては深刻な問題ということを今この彼、ジャスティンさんが指摘をされています。で、ここの結論が結構パンチあるなっていうのをすごく感じて、イーサリアムは知的及び論理的だけでなく、経済的にも事実上破綻していますと、しているように見えるということですね。
そう、過去の成功にまだ甘んじていますが、ほとんどの人は将来を見通しが、見えていないと。今本当にこうネガティブなニュースがこう立て続けにある、イーサリアム、まあ、数値としても出てきてしまっているということが、まあ、イーサリアムの中にあるんですけれども、あの仮想通貨だけではなく、まあ、みんなが上がるよねって言ったら下がるっていうのが、まあ、なんかこう投資においては言われているじゃないですか。そしてあのみんなが恐怖になっている時が一番の仕込み時ということもあるので、まあなんか今ね、私の気持ちとしてはすごく 50-50 ですね。そう、悲しい気持ち。でも今みんなが悲観してるかな？今もしかしたらいいタイミングなの？みたいな。今私の中では 50-50 な状況となっていますが、ゆるともはいかがでしょうか？みんなどうかな？はい。そして水現在の価格2ドル、2.04 ドルということでね、下がってきてます。水もね、ちょっと悪いニュースが入ってきていて、それが、この価格の下落に影響しているのか、ね、直接影響しているのかっていうのはわからないんですけども、それがでも影響してたとしたらもっと下がると思うんですよね。でもそこまでも下がりきってないのでどうなのかなっていうのが私の中ではクエスチョンマークなんですけれども、良くない、ニュース入ってきてます。それでは、はい、こちら、テスラ2年ぶりにビットコインを移動。1000億円以上をということで、この移動の目的が不明ということなんですね。そう。で、テスラは今年の1月の決算以降、ビットコインの購入を再開し、当時1789BTC を購入していたことが分かったということなんですね。なので、今この送金されたビットコインというのが市場で売却されるのかどうなのかっていうのも、結構マーケットの値動きに、あの、ボラティリティに関わってくるので、ここもね、結構、注意深く見ておいた方がいいかなと思います。で、こちら、水の、よろしくないニュース、こちらなんですけど、水売却の主張を否定ということで、590億円相当のトークンを内部メンバーが売却したという、主張を否定してきています。あれみたいな。内部の方そんなに言ったんですかっていう。本当事実なのかどうなのかっていうのはまだわからないんですけれども、売却していないということをね、水のメンバーの方が、主張をしているということです。プロジェクトの内部メンバーが先行販売に関与したり、ロックアップや供給スケジュールのルールに違反することはないということを結構強く主張しているということです。なので、もし、これが本当であれば、インサイダーだよね、みたいな。っていう結構噂もあったりとか、本当に売却してないの？みたいな。っていう、こう、憶測だったりとかっていうのが今結構広がっているので、そう。なので、悪いニュースがあります。あります。はい。仮想通貨相場、上昇につながるか、中国政府3年間で約125兆円を追加調達の可能性ということで、で、中国の景気支援へということで、今回特別国債を発行して、今後3年間で125兆円相当を追加調達する可能性があるということが分かったということなんですね。この調達の目的は、減速している景気を支援するため、この国家の大規模な、金融緩和政策は仮想通貨などのリスク資産に追い風となり得るため、仮想通貨の投資家、そしてアナリストも中国の動向に注目をしているということなんですね。で、これもね、すっごい巨額だと思うんですけど、中国ね、今ちょっと不動産の方では結構なんかこう、あまり良くないというか、ちょっとクエスチョンマークなところがね、多いですよね。こういった感じで。15兆円の投資計画がゴーストタウンになるというね。恐ろしいですよね。シンガポールから約2キロで、マレーシアとの間になるのかなっていうところに位置する、これ、島のところの、開発の投資で、まあ、10兆円から15兆円ぐらいをかけたんですけれども、それが、ゴーストタウンになっているということなんですね。写真を見ていただいても、なんかすごい、めっちゃラグジュアリーじゃないですか。めちゃくちゃラグジュアリーだし、わ、なんかすごい、こんななんかパラダイスみたいなところがあるのって感じさせる写真なんですけど、結果、ゴーストタウンになっているということなんですね。
まあでもなんかすごい、これは、ドバイも結構不動産の写真とか、なんかすごいラグジュアリーに、こう、なっているけど、なんか実際行ってみるとなんかちょっと違うんじゃないみたいな感じのもあったりとかするので、なんかそういったところで今ちょっとこれ似てるなと思って、お伝えをさせていただきました。でもすごいよね。10兆円から15兆円かけてゴーストタウンになって、あれみたいな。どこい、どうなっちゃうのって話なんですけど、まあ、ということで、昨日、ビットコイン ETF なんですけれども、すごいです。3.71 億ドルの流入がありました。これが現在の日本円のレートで553億円相当になります。で、仮想通貨のマーケットがより盛り上がって、もビットコインの価格もね、来たー、本気でバブル来たーってなった時には、ビットコイン ETF の流入の金額も数十億ドルになるよねっていうことが言われています。噂されています。そうなってくれるよねっていうこと。はい。でも今比較的、ビットコイン ETF に関してはすごく、好調な波乗りをしております。で、FTX がソラナ、保有していたソラナを、1470万ドル相当のソラナをですね、送金したということがニュースになっています。この1470万ドルというのが、日本円の現在のレートで21億円相当になります。これが、こう、市場でまたね、売られるのか売られないのかっていうのは、ちょっと定かではないんですけど、これに関してはなんか売られる可能性がちょっと高いんじゃないかなっていうのを、私は感じています。なぜかというと、送られている先というのが、コインベース、あとウィンターミュートに送られてるんですね。なので、ちょっと、売られる可能性、まあ、取引所にね送られているので、まあ、売られる可能性というのが高い傾向にあります。なのでソラナに関してはトレードされている方だったりとかっていうのはちょっと要注意ですね。トランプ氏の一族でやられているトークンのホワイトリストの登録があったりとかがあったのが多分昨日一昨日の話なんですけど、そのセール不調ということなんですね。トークンのセールがすごく不調であったということが言われています。初期のセールが目標を大幅に下回ったということですね。あれれれれれ。はい。で、セール価格は900万ドルにとどまってしまったということで、目標は3億ドルというところだったんですね。なんですけど、届かなかったということです。あれ？トランプ氏パワーが薄れてきたのかなっていうのをちょっと感じますよね。ちょっと感じません。感じませんか？感じますよね。で、トランプ氏も、X の方で、今日だよみたいな。みんな待ってたね今日だよトークン戦の日今日だよみたいな。されたんですけど、されたんですけど、購入額がすぐにその急増することはなかったということなんですね。そう。大統領選挙まで本当に残り、一ヶ月切っていて、もう多分20日切ってるぐらいかなと思うんですけど、トランプ氏ね。トランプ氏で検索、コインマーケットキャップで検索したときに、これだけの、トークンが出てきます。マガが、まあ一番その時価総額としては高いんですけど、それ以外にも本当に、トランプペペさんだったりとかね、ムーントランプさんとかね、本当にユーモアのある、アルトコインがもう本当に凄まじいほどあります。凄まじいほどあります。なので、こういったアルトコインというのが、もしトランプ氏が当選された時に、こういったアルトコインというのが、すごくこう反応を示してくる。ので、ね、今、もう本当にこうユーモアで、ちょっと大統領選、ちょっとこのユーモア乗ってみようかなと思われる方は、ぜひトランプ氏のミームコインにね、大統領選挙までのこう短期間乗ってみるという手も面白いのではないかなと思いますが、アルトコインについては、今回のビットコインでも感じてると思うんですけど、ボラティリティが激しすぎます。そしてもう本当にこのミームコインをやっているコアメンバー、運営メンバーの方でも言ってます。ゼロになる可能性あるよみたいなこともね言ってるぐらいなんですね。なのでアルトコイン、特にこのミームコインっていうのはゼロになる可能性というのもちゃんと頭の中に置いてトライされることを私はね心からお勧めいたします。でもね、これなんかこれはねちょっと面白い波乗りになるかもしれないですね。はい、ということで今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ゆるともラブです。
はい、これからもね、ゆる友の応援がある限り、全力で前進していきたいなと思いますし、今日もこの後ね、イベントがあるんですよ。イベントに参加して、そこでもリアルなフレッシュな情報をゲットしていきたいなと思っていますので、はい、ぜひ皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。